はい、どうもおぱしです。今回はですね、WW2 のお得な情報の動画になるんですけれども、なんとですね、ただいま、限定明細と6ヶ月間、毎月サプライドロップが2つもらえるというね、お得なキャンペーンをやってまして、ちょっとお金はかかるんですけれども、今回ね、紹介するために登録してきたので、そちらの情報をわかりやすく説明していきたいと思います。ぜひともね、WW2 興味ある皆さん、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では早速ね、ご紹介していきましょう。こちらをご覧ください。どうぞ。ではね、ここからは、登録の仕方を説明していきたいと思います。右下の30日間無料体験を介して今すぐ申請をクリックしていただきます。クリックすると Twitch のページに飛ぶので、 Twitch の会員登録を済ませてください。でその後に Amazon の方に飛ぶので、 Amazon の、もしもね、アカウントまだ作ってない方は Amazon の方のアカウントも作成をお願いいたします。で Amazon とリンクが完成すると、なんとこの段階でプライム会員に自分の場合になってました。特に確認もありませんでしたね。でプライム会員になっていて、でその後に今度アクティビジョンアカウントとのリンクというのが始まります。コールオブデューティの公式サイトに飛びますので、プレイステーションを選択していただいて、アカウントと同期させてください。 PSN アカウントとの同期になりますね。コールオブデューティにあなたのアカウントの使用を許可しますかという風になりますので、許可ライン登録が完了したようです。Twitch 内でもいろんな特典が受けられるようになるんですけれども、他には Amazon プライムの方にも登録が完了しているので、そちらの方でも様々な特典が受けられます。月額400円、年間登録すると3900円でこれらの、特典を受けることができます。最後にコールオブデューティアカウントとリンクしてくださいという風に出るので、コールオブデューティアカウントと同期してください。コールオブデューティーアカウントをお持ちでない方は、コールオブデューティーアカウントの方の作成も、多分ページが飛ぶと思うので、そちらからお願いします。自分の場合はね、モダン3とかの頃に、大昔に作ってあったアカウントがあったみたいなので、そのままいけることができました。なので、必要になるのは、Twitch のアカウント、Amazon のアカウント、Activision アカウント、PSN アカウント、コールオブデューティーアカウントということで、5つアカウントが必要になるので、結構めんどくさいかもしれません。ただ、ボンボヤジュ明細が欲しい、サプライドロップ毎月2つ欲しいという方は、有料でね、毎月400円になるんですけれども、登録してみる価値はあるのではないでしょうか。ということでね、登録の仕方だったり何が必要かわからないというお声が多かったので、今回は、登録のやり方もちょっと軽くご説明させていただきました。では早速、ボンボヤージュ明細を獲得。まあ、これね、ゾンビでしか使えない明細なんですよね。ただ、WW2 初の動く明細ということで、この後ね、ちょっと紹介の動画も撮っていきましょう。ではね、サプライも2個受け取ったんですけれども、今回はね、ちょっと今色違ったの分かります？ちょっとこれ特殊なんですよ。冬のサプライドロップと冬の賄賂なんですね。これなんと、重複なしとなっております。サプライドロ先に引きましょう。サプライドロップ。さあ、まあ、1個じゃ出ないかな？あ、レアかな？ノーマルか。ノーマルですね。さあではもう一個の冬の賄賂、重複なしの方を引いていきましょう。ただね、画像だとほんとね、紛らわしいんですよ。どう見てもアイスピックが必ず当たるようなかのように表示されてるんですけれども、アイスピックが出るわけじゃありません。なんとウィンターシーズンのアイテムが重複しないだけですね。あの、もはや詐欺じゃねえかという風に結構叩かれています、これは。さあ何が出る、頼む、武器来い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 。ダメみたいですね。ということでですね、実はここで終わってもよかったんですけれども、皆さんやっぱね、見たいと思うんですよ。実際ボンボヤージュ明細ってどんななんだということでね、日本人で上げてる人ほとんど動画いませんでした。なんでね、やっぱ皆さん見たいと思うんですよ。見せません。嘘です、怒られそうですね。はい、ということでね、わざわざこの明細のためだけに年間3900円、4000円も払ってこの動画撮っております。ぜひともチャンネル登録、高評価、ご協力お願いいたします。ということで見ていきましょう。あ、そうだ、こっからは分かんないんだった。ですね、武器作成キットから全部のところに明細をつけました。じゃじゃーん、ということでこんな感じですね。若干動いてるの皆さん分かりますか？でさりげなくグリップのところにボンボヤージュみたいなこと書いてあるんですよね。でちょっとね、この明細バグがございます。ちゃんと動いてるんですよ。全部ちゃんとこうやって割り振られてます。ですがなんと新武器の G43 だけが間違って光るところが光ってないんですね。運営さん間違ってます。なんかメッキがはげたみたいになってます。ということでですね、なんと G43 とステン、はい、こちらはげてすらいないです。ということでですね、なんか新武器の G43 とステンだけがバグっております。ちなみに LMG の新武器はちゃんと光ってますね。ということで、なぜか SMG のステンと G43 だけは省かれてしまいました。こんな感じの明細となっております。めっちゃきらびやか。ペーペー社美しいですね。
さあ M1928100式、個人的にね LMG がかなりかっこいいですね。なんすかこの輝き方、やばくないですか。かっこいいよね LMG ね。さあカー、リーエンフィールド、カービン、 M1903、 こんな感じとなっております。かっこいいですね。ではゾンビね、ほとんどやったことないんですが、ちょっとソロでやりながら迷彩動いてるのを見ていきましょう。持ってる迷彩も一応なんかこいつボンボヤージュ迷彩になっているのかな。お、こんな感じなんだ。うん、うん、なんかおかしい。静かすぎる。微妙だな。あ、こうやって飾ってある武器も全部ボンボヤージュ仕様になってるんですね。後ろになんかこのアトミックみたいな、空爆弾みたいなのがついてますね。ナイフ、シャベルはね、なんか迷彩変えらんないっぽいんですよね。待って待って、危ない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 。コット実況者がね、1ラウンド目で死ぬなんて許されないんですよ。自己蘇生500ジョルト、動いてはいるけど地味だな動き方。やっぱさ、過去作の迷彩って結構動いてましたもんね。エイムひどくない？おっと、シャベル一発でもう死なない感じ。当たり判定な、当たり判定な、怖いって。ほっ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 、どうなっとんねんお前。どっから銃買いましょう。お、これは100式じゃないですか。どう、かっこいい。あ、結構動いてんな、こうやって見ると。銃がでかければ動いてんのが分かりやすいですね。ハンドガンとかだとなんかもうほとんど動いてないから分かんなかったけどね。いやさ、アマゾンプライム会員になったのって生まれて初めてなんですけど、今 DTV となんかね、U-NEXT っていうあの有料のね、ビデオ配信サイトみたいなところに入ってるんですけれども、今回入ったからちょっとね、U-NEXT か DTV どっちか抜けようかなと思ってて、アマゾンプライム自体にあの、アマゾンプライムビデオでしたっけ？なんか無料でいっぱい映画とかアニメとか見れるみたいな機能があるじゃないですか。だからもうなんかね、せっかくアマゾンプライム会員になったんでそっちでいいかなと。月額400円って安いですよね、半端じゃなく。で、しかもなんか俺、アマゾンで結構かなり買い物をするんですよね。なんで、プライム会員になっておけば、なんか速達みたいなお急ぎ便が使えるようになるじゃないですか。プライム会員になれば、そのアマゾンでのいろんなサービスも受けられて、コールオブデューティーからもね、こうやってなんかサプライドロップ毎月2つもらえたりとか、新迷彩もらえたりとか、あるんだったら、なんかお得なんじゃないかなということで、非常に、おすすめしております。月額400円。ちなみにオパシのファンクラブは月額、480円、 Amazon プライムよりも高いんです。どうなんですかね。まあ COD 実況者とか FPS 実況者でファンクラブやってる人みんなまあ480円なんですけどね。はい、ただあの定期的にあのオパシプライムの方ではあのリスナー参加型の撮影会やったりとかいろんなことをやってますので、ぜひともね、まあどっち入るかっつったらみんな Amazon プライムだと思うけどさ、あのね、オパシプライムに価値を見出せる方はぜひともオパシプライムもよろしくお願いします。核だー、これは M1928 ハエーレート、かっこいいね。ランクマでも使いたいよね。ランクマってか公開マッチか。ゾンビだけの新迷彩ってなんか BO3 とかでもさ、なんかゾンビ迷彩のなんか赤いやつとかすごい人気あったじゃないですか。ぜひともランクマッチでも使えるようにしていただきたい。 M1928 とフリーファイヤーって相性良さそうじゃないですか。フリーファイヤー発動、おお、つえなんかチーターになった気分。パッと見これやられたらチーターだよな、この画面見たら。やべえな、 M1928 のフリーファイヤー、絵面がすごい。マズルフラッシュやばすぎでしょ。バッフェこんな感じか。なんか SMG ばっかだね。ショットガン見てみましょうか。ショットガンはこんな感じ。長押しで自己蘇生。すっげえ興奮しないわ、その角度。何その体勢。最悪な気分なんですけど。自己蘇生。やめて、そのなんか後ろからくださいみたいなポーズするの。ということで、今回は Twitch プライム限定の新迷彩紹介動画でした。登録の仕方とかがね、結構わからない方も多かったみたいなんで、参考になれば幸いでございます。ということで本日はこんな動画だったんですけれども、普段はですね、新武器の動画を最速で上げていたりでしたりとか、アップデートの情報を、ね、
解説していたりとかね、いろんな動画を上げております。検証動画とかも上げてますのでね、そちらの方もぜひともね、ご興味ありましたら見ていただけると幸いでございます。ご視聴ありがとうございました。バイ。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。